サムライミングショー楽しんでおりますか。ありがとうございます。まあ我らライブまだまだ続いてまいりするが、今のように手拍子や拍手で我らの演舞に一緒に参戦してくださりませ。そしてもう一つ参戦の方法がござりまする。それは勝ち時でござりまする。勝ち時と申しますのは戦勝祈願でござりまする。我々がえいえいと申しましたら、右手の拳を大きく掲げてくださりませ。この時我らはあーと大きな声を出しまするが、皆様方は声は出さぬまま元気よく右手の拳だけ高くでござりまする。このように元気に拳だけ上げてくださりませ。よろしくお願いいたします。お願いいたす。では一度やってまいりましょう。お、それでは皆様方、右手の拳を掲げてくださりませ。皆様が上げるまで始めませんからな。我らからはしっかり見えておりますからな。皆様がやらねば我らが武将様で切られてしまいますので、お願いいたしまする。ありがとうござる。それでは参りますぞ。はい、皆様の八田木ジャストレーえいえいあーえいえいあーえいえいあーありがとうございます。我ら名古屋おもてなし武将隊は400年前より蘇りし物の風習団、本日は現世という戦国で生きる皆様方にたくさんの元気とありったけの勇気を精神戦お届けする所存でございまする。世は太平なれど、その暮らし楽にあらず、民は必死に生きております。その様は400年前戦国の世と何も変わりませぬ。故に方々は蘇る。自由を愛し己の信念を貫いた華麗奔放に流れた生涯は人の心に生き続ける。戦火五年の歌舞伎者、前田慶次。うわ、拍手はよいが、写真を撮れ。皆の衆、こたびは世は名古屋城へ参った。信じる道を貫け。さすれば笑顔の桜が咲き誇る。我が人生のようにな。我こそは天下五年の歌舞伎者、前田慶次。今日越え、あまたの大戦を駆け抜ける真の戦国覇者にして、名古屋城築城者徳川家康。私も拍手をいたせ。なんとじゃ、人の一生共にお手と決め地を行くべくし、急ぐべからず不自由を常と思えば不足なし。心に望みを送ら、困窮したる時を思い出すべし。怒りは敵じゃ。己を責めて人を責める、及ばざるは過ぎたるよりも勝る。わしが名古屋城築城者、徳川家康なり。はあ、天下不武を掲げし男は光を放つ。その光は新しき世の明け物か、すべてを焼き尽くす炎か。第六天魔王織田信長。指導は一時、忍び草には何をしようぞ。一条語り起こすようの天下不武において何ぞ身分は問わぬ。神器をもってそれをよしとす。人あるより麒麟は食う。わしが第六天織田信長である。我らの前で皆々を鼓舞するのじゃ。ああ、よーし、皆の衆、手拍子じゃ。楽しんでまいろう。はい、はあ、はあ、はい、そうや。
南の明るい未来に向かって勝つの基地はそれ！えいえいあーえいえいあーえいえいあー我らはここに呼び来る。我らはこの地帯に生きる皆の声を聞いた。必死に誰かを幸せにするために戦い続ける皆の声を聞いた。だから我らはここに呼び来る。どんなことが起こったとしても共に苦しもうではないか。共に悩もうではないか。共に喜ぼうではないか。共に楽しもうではないか。共に生きようではないか。我ら名古屋おもてなし武将隊参る。招待より徳川吉田服部半蔵忍者さん演武いかがであったか。はい、次はさあ前田健司よ、見事な秋晴れの中お主の甲冑も紅葉してまいったな。もともと赤色でございます。なんだ緑色か赤くなったわけではございませぬ。何故赤くなった。何故赤くなったか知りたいもの。お、多くの者たちが知りたいと手を挙げておるぞ。教えてやろう。わしが目立ちたがり屋だからだ。たわけか。もう何を言うか大体分かっておったわ。ただ合戦において目立つということは大切なことであるな。敵将が真っ先にわしを狙ってくる。お、男も女も動物も虫も空もみんなわしのことが好き。おう、おうはいかんです。今まで終わりです。
しまい。しまい、空のないです。空のない。空のないでございます。以上、邪魔だ決してやる。やはり痛みの邪魔だ剣士。今までで一番大きな握手だ。そうちゃんだ、そうちゃんだ。お主は気持ちだけは前向きだが、縮こまって前だとなったわけだな。いや、違います、違います。婿養子に入ってきたら前田になったんです。もともとは滝川家のものであったな。あ、ちょっと何のことを言ってるかわからんけど、なぜさあ、目立つといえば、我ら名古屋おもてなし部長隊は名古屋城のここにありというところを知らしめたい、うん、故に我らが陣形を組むが故に、後ろはもっとおるからくり聞いて、我らの姿を収めおくがよい。正面からからくりを構える。それでは、はい、写真撮影いざ開始。一つ二つ。いいぞ、気持ちは前だ。三つ。しまいじゃ。はい、じゃあ。それではこちらが担保いる。さあ、いくらでも取るがいい。一つ二つ三つ。しまいじゃ。ちと待てよ、あの者がまだからくり間に合っとらんわ。あそこの旦那がお前ちゃんと準備したかって今声かけたのか。どれだ、逆光で取れない。わしらの語弧が強いからな。収めたかお前。今一度頼みます。前田刑事を5つ来たぞよ。5、4、3、2、1、しまいじゃ。よし、取れたかな。はい、いいでよ。そしてこちらは、おお、準備はできておるな。勝手に背中を取っておりました。ええある。一つ、二つ、三つ、四つ、五つ、しまいじゃ。はい、いでよ。さあ、忍び衆を抱えし、徳川家康よ。このうち、主の部下はどういたす。この者たちは、多くの者たちをもてなすべく、いずこへ向かう。二の丸広場のお客人から見て右側へと移動いたします。うん。では、忍びの者たちに会いたくば、あちら方へ参るがよ。東も分かったな。では、徳川家康と服部半蔵忍者隊を前へ。そして、この者たちに大きな拍手じゃ。忍者隊、損はっ。さあ、我ら名古屋おもてなし部署隊も、この後、午後4時までおもてなしをしていまいる。我らは城内を3回する。ここ、二の丸広場は、撤退の準備であるでな。うちらも、この場はすぐに開けてほしい次第じゃ。心ゆくまで、この秋空の名古屋城、存分に楽しんでまいる。これにて、侍忍者賞、以上でしまいである。また、さらばじゃ。